行ってきます。集団花の4人組自ら呼んで F4 超金持ちな上モデル並みの洋室付き。この学園の女の子たちみんな F4 が目当てなの。へえ、興味ない。え、私みたいなパンピーには関係ない話。そうですよね、私も。ねえ彼女、君1年生でしょ。 F4 コミュニケーションズ入んない？入会金5万円たっかい。何これ、チーズスポーツ。皆さんスポーツ万能なんですね。どうせお坊ちゃんの暇つぶし程度でしょ。なんだと。道明寺さん、ほら道明寺財閥の。何、テニス、スキーは幼稚園から、ゴルフは小学生からだ。分かったけど関係ない。私クラブどこにも入る気ないから。俺がわざわざ声かけてやってんだぞ。とにかく私はこんな高い部費払う余裕なんかないのよ。お前どこのどいつじゃ。人の名前聞くんなら自分から名乗ったら。英徳学園3年、 F4 リーダー道明寺司だ。英徳学園1年、牧野つくし。つくし？つくしなんか雑草じゃねえか。つくしは雑草、踏まれても蹴られても春には芽が出る強い植物なの。温室でぬくぬく育ったあんたたちとは違うのよ。あいつ、あいついじめてやる。個人マークだ、赤豚だ。Yeah.
そバカ野郎、お前らなんか栄養過多で死んじまえ。王様の耳はロマの耳。あーすっきりした。これから日課にしようっと。聞かれちゃった？今の。ありがとうございました。はあ、すんごいこじらすのね、独学園って。ほとんどが幼稚園からエスカレーターでしょ。結束硬いよ。権力あるんだ、その F4 って。リーダーの道明寺っていうのがいてさ、そいつが超最悪。たくやること小学生並みよ。ね、でもさ、花の4人組ってだけあって花のように綺麗なんでしょ。見かけだけ。中身は声だめより汚いやつら。たくも優子に見せてあげた。え、見たい。いいな、もう美しの学校、玉の腰の宝庫。何よ、人の気も知らんで。ああ中学高校ってずっと一緒の公立だったのに、なんでつくしだけあんな超名門なのよ。しょうがないでしょ、うちの親が勝手に願書出しちゃって推薦もらえたの英徳だけだったんだから。だってうちの大学なんかほんと三流、第二第三志望の地味な男しかいないんだから。あー羨ましい。なんなら変わってやろうか。私には縁のない上流社会。あ、そういえばさ、夏にすごいダンスパーティーあるんでしょ。いいもん、行かないもん。あんなの、なんせこのバイトで入学金ローン返してる身とほほだよ。でもそれまでにパートナー見つけないと。4年間男見つからないってジンクスなんでしょ。あ、その4人の中でさ、誰か1人くらいまともなのいないの。そういえば1人。ん、何何。うん、体力つけよう。なんかこう、ナイトクラビングも飽きてきたよな。みんなアホみたく踊りまくりだし。なんか面白いことねえのかよ。そうさな、ねえな、特別あったじゃん、牧野つくしとかいう変な女の出現。あの赤札の、あの女よく見ると結構可愛い顔してんのな。どこが。なんかさ、司の姉貴に似てね。似てるでしょ。気色悪いこと言うな、うちの姉ちゃんがあんなに似てっかよ。出たよ、司のシスコ。ぶっ飛ばされてえか。あ、去年結婚して旦那とビバリーヒルズに行っちまった時のさ、あの落ち込みよ。ああ、うちの姉ちゃんははっきり言ってその辺の女とは比べ物になんねえほどいい女だったよ。確かにいい女だけどさ、それだけじゃなかったよな。すぐに手は出る、足は出る、そういう凶暴なとこもあの女と似てる。似てるよな。そういえば怒鳴り方も似てた。怒鳴り方。王様の耳やロバの耳。なんだよそれ。とにかくあの女に学園出てってもらわないことには俺らのプライバシーにかかるからな。プライドだろ、それを言うならバカ。さあ、まだよ。あの女、じわじわ追い詰めてやる。ああ、今日も一日終わったか。とっとと帰ろう。こんにちは。こんにちは。手紙どうもありがとうね。ありがとうね。何のこと。とぼけないでよ。僕のロッカーに入れたでしょ。 F4 にいじめられて誰も口聞いてくれないってな。もう話しかけてくれたら何でもしてあげるってな。何それ、知らないわよそんなの。知らないじゃないよな。危険を冒してここまで近づいてきてあげてるのにさ。話してよ。見くびんないでよね、お坊ちゃん方。私は好きでもない男には指一本触れさせないんだよ。面白いな。
何してんだ。花沢さん、あのこれは同名さんに頼まれて。話してあげなよ。だってでも道明寺さんに頼まれたんですよ俺たち。そうですよ。いいから話せって言ってんだよ。行こうぜ。ありがとう。誤解しないでよね。え？俺こういうの嫌いなだけだから。花沢ルイ。失敗した？はい。ふざけてんのお前ら。すいません。大体俺は強姦しろなんて頼んだ覚えねえぞ。でも道明寺さんいたずらしろって。そうですよ。バカ野郎、いたずらっつうのはな、ソフトクリームで顔グリグリってやるとか、寝てる間にヒゲを描くとか。はあ？いやでもあの女手強いんですよ結構。そうですよ。それにこれからっていうところで花沢さんが。ルイが？ええ、話してやれって凄まれてな。ちっしょう、あいつ F4 の一のくせに何考えてんだ。とにかく報酬の20万はチャラだ。タコ、待てー道明寺。道明寺。秋野、おりゃー。あたしが叩き直してやる。おい、人だ。しっかりしろ。もうダメです、完全に放心状態です。おい兄ちゃん、牧野さん、ちょっと今度は女子のいじめか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ここでは一方に見つからずに話せるわ。ごめんね、みんな同情してるんだけど、なかなか助けられなくて。いいって、私気にしてないから。でも強いわよね、牧野さんって。ほんと尊敬。別に強くなんか、私だったら学校辞めちゃう。私ね、牧野さんとは一度ゆっくりお話ししてみたかった。私もかっこいいわよね、ジャンヌダルクって感じ。ありがとう。それで今夜私の家でちょっとしたパーティーを開くの。よかったら来てくださらない？パーティー？嬉しいんだけど私着てくもないし。大したパーティーじゃないのよ、ジーンズパーティーっていうかラインの格好で OK なの。ねえ行きましょうよ、いじめには気分転換が必要よ。はい、これ地図、桜子さんの家に7時ね。意外、バイオリン弾けるなんてすごいね。今のなんていう曲？すごく綺麗な。別に騒ぐほどのもんじゃない。この学園の人間は楽器の一つや二つ弾けるさ。私
昨日のお礼ちゃんと言いたくて。本当にありがとう。助けなきゃよかったよ。え？あんなことで付きまとわれんだったら、たかだか処女喪失だろ。でも嬉しかったの。私この学園に来て初めて嬉しかったの。また非常階段に会いに行くかも。じゃあ俺はもう行かない。ジーンズパーティーって冗談よ。本気なさったの。桜子さんのお家は家族の出なの。そんな格好じゃ失礼だわ、ね、いくらジーンズパーティーって言ったからって本当にジーンズで来るなんて、ね、私帰る。やっぱり牧野さんには無理だったのね、こういう場所は。ねえ、せっかく誘って差し上げたのに。ほら見て、政界のジュニアたちも来てるのよ。ほら、あそこにいるのは物産の社長の息子。週刊誌とかにもよく出てるから、牧野さんでも見たことあるでしょ。楽しいでしょ、普段縁のない人たちをこんなに間近に見ることができて。これよろしく。お願いね。やだ、牧野さんそんな格好だからお客に見られてないわけ。恥ずかしい、私だったらもう生きていけない。そんなに笑っちゃダメ。それより牧野さん、ほらフォアグラ召し上がって。キャビアはエランさんも空輸で取り寄せたの。でも普段食べ慣れてないものをあんまり勧めてお腹壊されても。それもそうね。あら、もったいない。あんなシャンパン一生飲めないわよ。いいじゃない、粗末な服にゴージャスな香りがついて。どういうつもり。さあ牧野さん、あちらで服着替えましょうね。ご案内する。行きましょう。ちょっと何よ。目障りなのよ。そうよ、 F4 に構われていい気になってるみたいだけど。よもぎだかつくしだか雑草に色めつかれちゃたまんないの。あんたみたいなボンビー、天下の F4 が相手にするわけないでしょ。私たちとは何もかも違うのよ。お分かり。はい、一緒にいるだけで恥ずかしいわ。おかえりはあちらよ。おい、お前ら道明寺。道明寺さん、お待ちしてましたわ。誰の許可得てこいつをこんなとこ連れてきてんだよ。え、誰のって。こいつをいじめていいのはな、この俺だけなんだよ。明日お前らに赤札が行くぞ。いやー、大丈夫かよ。何しようがる。何よ、誰のせいでこんな目にあったと思ってんのよ、このバカ。バカ、なんだその態度は。この俺が助けてやったのに。別に頼んでない。学園内で俺に歯向かえた誰一人。みんなキュルキュルのもやしだからよ。この俺のどこが服だったんだよ。え、言ってみろ。バカなところが嫌、カッコつけた髪型が嫌、偉そうにふんぞり返ってるところが嫌、その自信過剰な蛇みたいな目が嫌。あ、もう全部嫌。なにを親切ぶっちゃって、元凶の塊が。何が悲しくてこんなもん一人で。いや、頑張ってんじゃん、労働少女。ああ、違う、労働少女
だ。ルイに聞いたぞ。ああ、書の喪失救ったって。面と向かってそんなこと言わないでよ。いいじゃない、希少価値なんだからなあ。おあの花沢るいは？ああ、あいつ体育やんないから汗かくとかぶれるって。はあ、お坊ちゃん体質。ガキの頃から体弱くて静香が苦労してたもんな。そういや静香もうじき帰ってくんだよな。ああ、明後日かな。静香って？堂々静香、俺らの幼馴染。るいの初恋の相手だよ。あいつは今もってばっかみたいに静香一筋だからな。留学終わってボストンから帰ってくんだ。いい女になってんだろうな。ああじゃあまたな、労働少女。その呼び方やめてっつってんの。たくもう東堂静香って。やめて、離してよ。この間はよくも恥をかかせてくれたわね。牧野さんって思ったより物分かり悪いみたいだから。似合いね、その体操着。あんたたち他にやることないの？こんなことしてる暇があったら F4 に命かけるのなんでもすりゃいいでしょ。マウセイがいいこと、まだ懲りないよね。なによこれ。シキ、私は雑草だけどどんな農薬にも負けないんだから。あー、桜木さん、また手術すればいいんだからね。そうよ、なんでもないわ。これくらいなら100万も出せばすぐ元通りになるわよ。嘘。悔しい。あのつけっぱなめ、覚えとけよ。王様の耳やロバの耳。もうここには来ないって言ってたのに。悪い？あ、悪いわけないけど。俺ここ好きなんだ。煩わしい学園の雑音も聞こえないし。ねえ、あの静か。何？うん、なんでもない。静かだなと思って。似合うこれ。そうか、でもその程度で済んでよかったよね。うん、全然平気。どうする、お茶でもしてく？帰る、お金ない。コーヒーぐらい怒るわよ。サンキュー。ダメだよ、恋とか彼氏とかないと。そうなんだよね。あー、綺麗な人。うん、リゾートクラブのキャンペーンがあるか。東堂静香。え、ねえねえ、ちょっとあれ見て。だから見てるじゃないのよ。違うわよ、あの男の子。ポスターにキスするなんてマニアック。ねえ、さ、行こう。うん。おい、来たぜ。おいお前、相変わらず貴族のお姫様してんじゃんか。吠えだめに釣るってか。バカ、お前吐きだめに釣るだろ。おかえり、ルイ。
すいません。F4 の仕業でしょ。あの子たち悪い子じゃないんだけど、時々度が過ぎてしまうことがあるの。かなり。許してやってね。はあ。ほら、まだ汚れてるわ。女の子はいつも綺麗でなくちゃダメよ。どんなチャンスがあるかわからないんだから。素敵な靴。向こうではね、They say that if you wear nice shoes, those shoes take you to nice places. だからいつもとびきりのいい靴を履くのよ。もう大丈夫ね。ありがとうございました。私、牧野つくしです。つくしは、雑草のつくし。東堂静香よ、よろしくね。Gosh, we used to come here so often. 懐かしい。2年ぶりか。全然そんなブランク感じないよな。ああ当たり前よ。俺らみたいな竹馬の友って言うんだよな。ちくわの友だろ、バカ。本当だよ、それ。すいません。すいません。何だよ、お前。お姉さんもお元気？去年嫁に行って、旦那と一緒にビバリーヒルズに住んでるよ。あら、寂しいわね。あんなに仲良しだったのに。いや、それが姉ちゃんに代わる強烈ギャルが登場したんだよな。牧野つくしっていうの。そう。バカ野郎、俺があんなボンビを内定してたまるかよ。そうか。でもさ、あの女つかさの姉ちゃんに似てねえか。そうそう、似てるよな。似てるよな。ふざけんな、お前ら。本気で怒るぞ。マジ、なんだってお前。おい、お前くれな、さっきから。そうだよ、お前。静香帰ってきてんだぜ。分かってるよ、そんなこと。目の前にいんだから。こいつ、昔から嬉しいと不機嫌になるやつだからさ。そうだよ。そういえば、そうだったかも。そんなんじゃない。ルイ、なんであんな写真。世間に顔を知られるのはマイナスなことじゃないわ。嫌なもんは嫌だ。静香はその辺のバカモデルじゃないんだから。ごめん、俺。ありがとう、ルイ。優しいのね。ルイのそういうところ大好きよ。まあまあ、そういう血は喧嘩俺ら抜きでやってもらったさ。なあ。まあ、今夜は久々にとことん飲もうぜ。飲もうぜ。ほら、乾杯。乾杯。乾杯。あ、そうそう、つかさ、うん、明日うちでご挨拶代わりにパーティーを開くんだけど、うん、あの子も誘って。あの子、つくしちゃん。なんで俺が。 You'd better escort her properly, okay? OK! だよ、お前ら来るなってよ。そうだぞ、つかさ。ふざけんなよ、なんで俺が連れてかなきゃいけねえんだよ。バカ野郎、同盟人、やめさせて、離してよ、やめて、助けて、やめて、どこなのよ、この中の山、やめてよ。あっち、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 Ask her where she wants to go. Restaurant or a picture show. I'm looking for romance, but she just wants to dance. Oh, boom, bam, wap, shangalang. どうだった？めぐるめぐエステ体験の味は。どうってことないわな。俺は会員だからいいけど、ビジターは高いんだからな。締めて15万。15万？ちょっと、それより何のつもりよ。人のこと誘拐しといて。俺だって静香の頼みじゃなきゃ。誰がお前なんか。静香さん。いらっしゃいませ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 。どうも。お前、みっともねえでキョキョするな。いらっしゃいませ。どう、明治様。お姉様のご結婚の際にはドレスをオーダーしていただきまして、ありがとうございました。この女、何か見立ててやってよ。まあ、待ってよ。こんなとこの服着られるわけないじゃん。パーティーだから、ゴージャスな感じしてやって。パーティー？かしこまりました。どういったデザインを。
そうさな、赤くて無駄なフリフリがいっぱいついてるやつ、やっぱ女赤だよな。はい、すごいセンス。それじゃあお嬢様こちらの方へどうぞ。お嬢様、私がどうよ、ちょっと心の準備が。ちょっとこれどこがうちわのパーティー。背筋を伸ばす、おどおどしない、深呼吸。よし。あ、おっせーのつかさ。何？うわ、見違えちゃうね。うわ、かわいいじゃん。孫にも衣装ってな。今絶対孫って漢字間違って使ったでしょ、バーカ。せーな、つべこべ言ってねえでテーブル行ってどんどん食え。ボンビーの血色症状。人のこと言えんのか、坊ちゃん童貞が。大きな声で言うな、バカ。やっぱりその噂本当なんだ、バカ。せやっぱ。ああ、お腹減った。私テーブル行ってくる。食い慣れねえもん食いすぎて腹をかわすな。余計なお世話。拾わなくていい。ちょっとこれ取ってあげて。はい、かしこまりました。ありがとう。どうぞ。ありがとう。フォアグラだよ、食べてごらん。うん。食べないの？俺？ああ、動物性タンパク質は苦手なんだ。本当に美味しい。よかった。他にも何か取ってあげようか。ん？いい、自分で取るから。そう。あ、ちょっと。ありがとう。皆様、こんばんは。本日はお忙しい中、藤堂家のパーティーにご多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。まず今宵のパーティーの主でもございます藤堂静香より帰国の報告、皆様への挨拶を兼ねましてスピーチさせていただきます。では。皆様、今日は私のためにお集まりいただきありがとうございます。静か、今日特別綺麗だな。ボストン留学を終え、私もいろいろと決心したことがございます。その一つを皆様にここでお知らせしたいと思います。 During the last 2 years, I have learned that no matter how nice it may seem to be blessed at birth, I have been living a very sheltered lifestyle. I don't want to live the rest of my life like this.Thus, I, Todo Shizuka, shall go to New York next week with great hopes. And I have no plans to return to Japan a second time. Now, it's not that I don't appreciate the Japanese... 本当かよ。Shizuka, 何考えてんだよ。And if I stay in Japan, I am certain that I will be able to last my days happily and peacefully, surrounded and protected by the love of my family and friends. But because of my 2 years stay in Boston...私先帰るって後の奴らに言っといて。うん。あ、おかわり。